なんかマリオワールド原作の4シラの再現コースを見つけちゃったんですけども。完全に4シロ。これは冒頭完全に、完全に4シロ。これマント欲しいよね。マント欲しいな。もうこれマントあればここ一気に強引突破できるんだけども。さあ、これ上行けるんじゃない？これ上ボーナスあるかな？原作は上に行くと土管があってボーナスがあるんですけども。さあ、この再現コースは上に、お、行けるぞ。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 あ、土管ある。え、ボーナス？あ、フラワー。ボーナスの代わりにフラワー。いちゃぶナイス？おー、ちゃんとここまで再現したの素晴らしいな。さあ、先進んでいきましょう。これ原作ではね、下り坂なんだけど、ちゃんと再現してね。あ、天井が降ってくるのをこうドッスンで再現してるのか。すごいな。結構きつい、結構きついぞ。これ間に合う？大丈夫？オッケーオッケー。間に合いました。あ、上行かないように、キラー放題で、ドッスン止めてるのか。はあ、すごいな。さあ、こっから網エリアね。ここから網なんだけども、マリオメーカーは網がないんで、疑似的に、ちくわブロックとかでこううまく再現してる感じかな。で、これ右に行くとね、アイテムがあって、これマントがあるんですけども、あれ？フラワー？あれ？マントじゃないの？ここ。原作ではここマントだよね。厳しいフラワーか。まあでもボスだからね。ボスはフラワーの方がいいからね。はい、じゃあどんどん登っていきましょう。まあ待ってるのはルドウィックかどうかわかりませんけども、はい、ボスのいる部屋までどんどん登っていきたいと思うんですけども、これ結構厳しいな。結構厳しい。あの、網だとね、途中まで登っていけるけども、これあの、足場が結構ないから厳しい。オッケー。まあでもさすがにコクッパは負けないですよ。任せてくださいよ。負けるわけがない、コクッパに。うん。ほら、負けるわけがないとか言った小僧は誰だ？俺？あ、俺でした。負けちゃいましたよ。お前、だいぶ強いぞ。原作の100倍は強いんじゃないか？これ、危ない。まあでもさすがにもうね、パターンを見切ったんで。もうお前の行動は見切ったよ。よしよし、勝った。勝った。ルドウィックが強すぎるだろう。ルドウィックが強すぎる。あ、マント？あ、マントだ。やった。さすがにこれ勝ったでしょ。もう負ける余地がないわ。負けるもう意味がない。もう負けるわけがない。でもこれどうやって上行けばいいんだ？あ、スピンで飛んで行けば上に行ける。あ、これマントがあればさすがに負けんだろう。あの、マリオメーカーはね、マントを振るだけでも、あの、一回踏んだダメージとマントを振って与えるダメージ同じだからね。なんでこう、マントを振ってれば、自動的に踏んだ扱いになって倒せるというわけね。これね、さすがに、これマント最強ですね。マリオメーカーにおいてマントはマジで最強。オッケー。これでもマントなかったら結構厳しかったかもしれない。これでゴールかな？ありがとうございました。キャッスル4。ナイス。素晴らしい再現コースでした。 Now come on。 これは汚いソースコードのような見た目してますね。うん。お、バネ？バネ？バネが来た。あ、え、時間ねえ。え、時間ねえ、全然。これ絶対上から降ってくるバネ使えばいけるはず。ほら、いけた。これ余計に動き悪くはダメなんだよね。動かなければいいんだよ。ほらね。もう動かないぞ、俺は。もう一歩もここから動かんぞ。多分動かなければいける。動かなくてそのまま上から降ってくるバネでも押されていけるはず。お、おー、すげえ。全く操作しないでゴールした。へー、これすごいね。ナイスコース。まあ、こんぐらいはいけるでしょう。おー、マント。あ、マント。今日はマントたくさんあるね。嬉しいな。マントコースはお任せください。大きく飛んで、多分急降下。あ、待って、あ、まあ、つまりはこういうことでしょ？あ、もう、パッと見て分かりましたよ。まあ、つまりはこういう感じで行って、で、こういう感じで、で、こういう感じなんですよ。まあ、こんぐらいはいけますな。パオの上をジャンプして駆け抜ける超ギリギリ10秒スピードラン。超ギリギリ？超ギリギリ？マジで？あー、超ギリギリ。はい、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 あ、簡単。簡単ですわー。もう少し歯応えのあるスピランをしたいんで、このコースやっていきましょう。あー、これはいい感じの歯応えがありそうなコースではないか？ハート飛び？オッケー。
こう幅跳びと普通のジャンプをうまく切り替えて進んでいく系のステージやな。跳ね返ってジャンプ、幅跳び、オッケー、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプの幅跳び、オッケー。あの矢印の通りね、進んでいきましょう。矢印の通り幅跳びと通常ジャンプは矢印を進んでいこう。オッケー、跳ね返ってジャンプ、ここは幅跳びやな、幅跳び、ナイス、上がって、押されて、押されて危ないぞ、ゴールじゃないよ。さあドアに入って、おお、いいね、歯ごたえあるね、歯ごたえがありますね、このコースはね。おっとと、おっとと、おっとと、時間ないぞ、時間がめちゃめちゃないぞ。あ、幅跳び、おっとちょ、違う、うお、ここでフェイク、ここでフェイク、大丈夫、大丈夫か、ドアに入っていく、ちょっと叫びすぎて喉が、おお、ナイスゴール、ちょ喉がいかれてしまった、 GG。 ランダムブロックスルーム、なんか一発ネタで検索してたらいい感じな見た目のコースを発見したんで、やっていきましょう。これ多分このブロックのこうネタを解いていって進んでいく系のこうパズルステージですな。ファイヤーゲットして、あー、右の氷コインを溶かして、で隙間に入ってで、ハテナブロックを叩いていく感じかな。オッケー。叩いて、お、鍵。鍵をゲットして、で、被弾かな、被弾して、で、オン、叩いて、叩いて、これはドアに入っていいのかな、入っていく。はい、次はなんだ、あー、これ P スイッチ押さないとダメじゃね、だよね、そうだよね。P スイッチを押してドアに入っていく。んで、あ、右に青いドアがあるね。多分あれに入るんだろうな。まず赤コイン取って、で、右に、あー、ブロックがあって進めないな。で、ブロックはコインに差し替わって、あ、で、P が復活してるんで、もう一回押すのか、P スイッチを。OK。で、ここの青いドアに入ればいいんだよな。入っていく。さあ、次なんだ？赤コインを取って、で、P が復活して、で、コイン取って進んで、オンオフ叩いて、ボムを起動して、いいね、順調に、あ、そんなタイミングでし、これ P スイッチの効果切れるのを待つの結構長いよね。で、右、なんで今ゴールした、え、判定の隙間をすり抜けた、なんでうわぁ、もうベストタイムじゃん、これ完全に。さっきここの隙間を抜けたよね。でもここなんか一方通行ブロックあって左側行けないから、なんで行けたんだ？ジュゲームの、ジュゲームの下から落ちれば、下に行ける？あ、待って待って、あ、ちょ、はまっちゃった。ジュゲームの下の隙間にこう入っていって、で、上から攻めていけば、ゴールできると。あ、ズルを発見しました。初見のステージでズルを発見しました。じゃあせっかくなんで、この右の方の42秒、これを超えていきたいと思います。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。気持ち良すぎだろう。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。見つけるの。気持ち良すぎだろう。ズル見つけるの気持ち良すぎだろう。さあ、コイン取って、コイン取って、結構長いからね、コイン取ってドア入って、もう一回 P スイッチをバチコリと押してドア入って、で、右に進んで、青いドアに入って、ここですね。さあ、ここ、上がっ、あー、そっかちょっとジャンプする必要があるんですね。ちょっとジャンプしないとドア入っちゃうからね。オッケーオッケー。で、この隙間に入って、ナイスあー、ちょっと頑張っちゃったけども、多分これで、右の方の、世界記録超えたんじゃないか、あ、超えました大幅に超えました、ありがとうございました。はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。よかったらね、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。じゃあ、おつおつー。